まいな。うまいよね。脂身もうまい。うま方です。はい。アナーです。皆さん分かりますよね、ここどこか。はい。北海道の幕別です。ここね、もう毎年のように来てるとこですね。はい。幕別記念ホール、100年記念ホールというね、十勝帯広空港から40分ぐらいですか、来ました。今日は北海道で営業でございますので、やっぱ美味しい食べ物もいっぱいあるんじゃないかなと思って。で、今日はですね、この北海道で2カ所ありますので、ここから1ステージ終わった後、バスで2時間半移動して、また違う場所ですか、でやると。で、また違う空港で帰ってくるというスケジュールで、日帰りですんで、今日も頑張りたいと思います。なんか同級生ですか、これ多分大学の同級生の子がお花をねいただきました。ありがとうございます。50円あ、今日持ってくればよかったんだ。持ってきます。あ、そうだった、ね。こういうメンバーで北海道しか錦鯉で。あ、ごめん。すごいね、豚丼と天丼とカツ丼に分かれてますけど、豚丼が一番人気ですね。北海道実はありますよね、まあまあ、この焼きそばね。焼きそば弁当美味しいんですよね。どうしようかな。豚丼いただきたいと思います。あ、ご自身も。豚丼うまいですか。うまい。豚丼うまいよ。もう実は僕はキープしてるんで。ちょっと豚丼をいただきたいな。北海道来ると豚丼っていうイメージある。僕はやっぱ帯広ですからね。あ、そうだよね。うん。美味しい弁当が用意してる。わあ、すごくないですかこれ。やばいよね、肉ぎっしり。すごいですねこれ。すごいね。ちょっと青汁で野菜を補おう。うまっそう。いただきます。はい、取ってる場合じゃない、食べな。食べます。いただきます。うまっ。うまいなこれ。タレがさ、めちゃくちゃうまいっすね。めっちゃうまいよ、ね。めちゃくちゃうまいよこれ。北海道だからうまいよな。何が違うんだろうね。なんかあんのかね、北海道にしかないさタレをさ、使ってさ、なんかやってんのかね。なんか東京で食べるよりうまく感じますよね。それなのよ、まさに。うまいな。うまいよね。脂身もうまい。もう一個食いたいもん。カップラーメン食えばいいじゃないですか。いや、カップラーメンあった。焼きそばのやつ。あ、北海道限定のあれでしょ。お湯でスープにする。あれうまいっすよね。あれうまいね。北海道お菓子も美味しいですしね。うん、アイスクリーム。確実に太れる自信あるわ、これ。北海道もね、うん、なんかやっぱりでかい土地でストレスがないから、うん、豚とかもうまいんですかね。あ、なるほど。なんかね、豚もね、伸び伸びしてるってこと。うん、うん、めちゃくちゃうまかった。うますぎます。ごちそうさまでした。1回目の帯広のライブが終わって、こちらの北見市民会館という帯広から北見までね移動しまして、これから2回目のステージということですけど、2回目はね、なんかご飯が海鮮丼が出るみたいです。楽しみです。まあ、あの今日インスタントジョンソンさんが一緒なので、営業のトップバッターはなんとかっていうがなりをですね、インスタントジョンソンの雄三さんがまあやってるんですけども、名人芸なんですよ。ちょっと今日せっかくだから それを今から動画にも収めようかなと。ね、もう本当に綺麗です。なんか北海道のこの海岸とかもこういう緑が多いんですごくいいですね。はい、涼しい。ゆぞうさん、もうすぐじゃないですか。ゆぞうさん、大丈夫ですか。ゆぞうさんです。あ、どうも、インスタントジョンソンゆぞうです。おー、疲れちゃう。ゆぞうさんは今やってたんですか。これはなんか配信で、あ、
ギリギリまで。ライブ配信で。ライブ配信で。ああ、でも、電波が届かなくて、きれいじゃん。あ、電波届かなくて。ちょっと、ゆぞうさん、今日僕の YouTube、まあ、撮ってるんですけど、はい、名人芸、ちょっと撮らせていただいても。名人芸いいですか名人芸はい。名人かどうかわかんないけど。はい、はい、僕でよければ。はい。じゃあ、すいません。後ほどお楽しみください。タイトルコール。スーパーライブショーインキータミトップバッターはモグライダー。お疲れ様でした。お疲れちゃん。メトブピーポーファーステ。メロン、メロンと海鮮丼、美味しそう。海鮮丼いただきます。ということで海鮮丼をいただきます。こちらになります。匂いがやっぱりいい匂いしますね。うん、うまい。味が濃いな、やっぱり。甘っ。美味しい。これは鮭ですかね。マス？うん、美味しい。めちゃくちゃうまいな。うん、なんかデザート欲しいなと思ってましたら、チーズケーキが、見てください、これ。めちゃくちゃうまそうじゃないですか、このチーズケーキ。これなんか、ナイフで刺すともうここのクリームがバーって出てきちゃうので、このままガブッとチーズケーキいただきたいと思います。うん。うまい。うまい、これは。うまい。うん。すごいですよ、このクリームの量。うんうんうん、おいしい。魔法です。はい、北海道はお菓子も何でも美味しいですね。はい、うんうん、あ、豚と海鮮とチーズケーキをいただきまして、感無量です。もう何もいりません。ということで、これから2回目のステージ、しっかり漫才頑張って、いきます。ということで、ナイツ花輪の自由時間、今日は北海道2カ所の営業でした。さよなら、またご覧ください。